ゲルツの代表作である BMW507、アルブレヒト・フォン・ゲルツは、ドイツのカーデザイナーである。ゲルツは、ドイツ帝国の定置ク選手のブルンケンゼンで、ルドルフ・フォン・ゲルツとエルゼマイヤーの間に3人兄弟の、次男として生まれた。しかしながらゲルツは、法的問題から、父親の爵位である、フライヘルを継承しない一方、兄エーベルハルトが死去してしまったため、 男爵より上の白爵と自称し、現在もしばしばそのように呼ばれている。学校を卒業後、ゲルツは実務修習生としてハンブルクのドイツ銀行に、次にロンドンのプライベートバンクに入校したが、そこでの将来性は明るくなかったため1936年にアメリカに移住した。彼は当初ロサンゼルスに移り、戦車場で働き、 次に航空機のエンジン工場に勤めた。1938年になるとゲルツは、ガレージとショールームを借り、フォード A 型や B 型などを改造して販売し始めた。彼は、マーキュリーのシャシーの上に、自作のボディを仮装し、それをそれを、パラゴンと名付けた。この2ドアクーペは、1939年のニューヨーク、バンコク博覧会に展示されている。 1940年にゲルツはアメリカ陸軍に入隊し5年間軍務に服した。陸軍を除隊後、彼はニューヨークで著名なデザイナーであるレイモンド・ローウィと出会う。ローウィはゲルツを自分の事務所に招待し、自動車のデザインを学ばせるためにゲルツを学校に通わせ、後にはインディアナ州のスチュード・ベーカーのスタジオに仕事を紹介している。 1953年にゲルツは自身のデザインビジネスを立ち上げアメリカで BMW の主要な輸入代理店を経営するマックス・ホフマンと知り合った。ホフマンは BMW がスポーツカーを作る計画を持っているのを知っていたのでゲルツにミュンヘンの BMW 本社に連絡するように進めた。そしてゲルツは1955年に BMW のために503と507の双方をデザインしている。ゲルツはポルシェのために仕事をしたと主張している。この仕事は901用の頼まれもしないデザイン提案であったらしく、ポルシェには採用されていない。しかしながら彼は日産自動車にコンサルタントとして雇われ、限られた期間に何度か当時の横浜工場敷地内にあった。 造形部を訪れ、主に原寸大、クレーモデルの作成を教えた。またゲルツは、日産の二座席スポーツクーペ制作のコンサルティングも、行った。フェアレディ SP310 型をベースに仕立てられた、この試作車は、ダッドサンクーペ1500と名付けられ、1964年の第11回東京モーターショーに出品された後、 翌1965年4月 2600cc に排気量アップされシルビアとして発売された。それから彼はヤマハと協力してもう一台開発コード A550X 通称日産 2000GT という試作者の仕事もした。日産がこの計画を放棄した後でヤマハはこの日産 2000GT を見本として使い、 トヨタに接近した。その後トヨタはヤマハと共に仕事をし、これがトヨタ 2000GT となった。いくつかの主張に反し、ゲルツはトヨタと直接仕事をしたことは一度もない。またゲルツがダットさん 240Z の仕事に携わったという通説も根拠がないものである。ゲルツ最後のデザインは、スタインウェイサンズのハンブルク工場落成125周年を、 記念して作られたグランドピアノである。ゲルツはドイツとアメリカで活躍した女優であるルリ・フォン・ボーデンハウゼンと1940年にニューヨークで結婚したが1942年に離婚した。その後1957年にズザンネ・ネッテルと結婚し一人息子のペーター・ヨーゼフが1959年に生まれた。ありがとうございます。